旗川勝。旗の川勝は古墳時代から飛鳥時代にかけて存在したとされる人物。姓は作り、旗丹生、または旗国勝のことする系図がある。かには大花城。旗氏は六世紀頃に朝鮮半島を経由して日本列島の和国へ渡来した渡来人集団で、そのルーツは旗の始皇帝とも言う。川勝は、 はたしの属徴的人物であったとされる。ゆずき国出身のゆずき君と一緒にトライした部族の子孫のはたしの一員と言われる。聖徳太子の側近として活躍した。また、ゆずき国を含む広い地域、中東、中央アジア、東アジア西部で広く定着していた東方、キリスト教、東方諸教会の信徒で富裕な商人でもあり、朝廷の財政に関わっていたと言われる。 四天皇寺の建立や運営については、聖徳太子に強く影響を及ぼし、東方キリスト教思想の事前事業制度、司会員の設置に関わった。水戸天皇十一年、六百三年、聖徳太子より、弥勒菩薩藩肥荘を賜り、八岡寺を建てそれを安置した。水戸天皇十八年、六百十年、白木の施設を迎える、シルベ社の任に、 土太と共に当たる。皇玉天皇三年、六四十四年、駿河国藤川周辺で、大聖豚を中心とした床世神をあがめる、集団、宗教を追悼している。風刺家伝第四に述べられている伝説によれば、聖徳太子側近だったがゆえに、聖徳太子亡き後、太子一族も滅亡し仏教派の蘇我イルに、迫害されていたが、それから逃れて、 摂津国南馬浦から出港し、張馬国阿公郡佐古市浦、現在の兵庫県阿公市佐古市へ漂着した後、大肥大明神となったとされている。そのため、兵庫県阿公市佐古市で没したとする説がある。佐古市、大肥神社は、この大肥大明神を主祭神とし、神社の神域である生島には、旗川勝のものと伝えられる墓がある。初瀬川反乱により、 三和大臣の写前に流れ着いた童子を見た、金明天皇は、以前の夢で、我は、旗の始皇帝の最短なり、縁はべりてこの国に生まれたりと、振動が現れていたことから、夢に見た童子は、これの子ならん、として天井に召した。後に三は始皇帝の夢にちなんで同時に、童子に旗の束を下し、また初瀬川反乱より助かったことから、川勝と称したとされる。 光玉天皇三年六百四十四年七月に藤川の辺りで大聖豚は長さ四寸ほどの虫を刺して、これは床よの神である。この神を祀る人は富と長寿が得られると言い,い、虫祭りをすることを勧めた。ニコたちも神のお告げと偽り、床よの神を祀ると貧しい人は富を得、老人は若返ると言った。このために信仰は広まり、 とでも田舎でも常よの虫を取って安置し、財宝を差し出したが、何の利益もなく、損失が多かった。旗川勝は民衆が騙されるのを憎み、大聖豚を捕らえ撃ち懲らしめたところ、巫女も恐れて祭りを進めることをやめた。地の人は以下のような歌を詠んだ。渦正は神の中の神という評判が聞こえてくる。常よの神を撃ち凝らしたのだから。 英語教師の佐伯義郎は明治41年、1908年1月に、地理歴史100号、主催、北定吉主催論文、渦政、渦政を論ずにおいて、畑氏は、景教、ネストリウス派キリスト教を信仰する、ユダジに一族であったとする説を発表した。畑一族がトライする6世紀以前にすでに、党に、東方キリスト教の、景教が伝わっており、その寺院は、 大神寺と呼ばれていたためである。ただしユダヤ人と他民族の同祖説は世界中に多数あり遺伝子学的に否定されているとされる根拠不明の通説によって実際には最近の分子人類学では男性の Y 染色体 D、e 系だけにおいて日本人の DK とユダヤ人の EK には他の人種の Y 染色体では見られない。 同じアップ遺伝子が見られることが明らかにされている。これは学会の通説とはなっていない。なお、傾向をネストリウス派と決めつけるのは、ローマカトリックの部別的な意味も含む。ネストリウスは、シリアのアンティオキア学派に属するコンスタンティノープル大主教であったが、アンティオキ派に限らず、当時の東方キリスト教の各教会は、ローマカトリック等のマリアは、 神でもあるイエス・キリストの聖母という表現に強い、器具の念を持っていた。そうして、マリアはイエスの母ではあるが、聖母ではない。という趣旨の意義を唱えたことによって、カルデロン公会議で異端とされた。異端の認定は、教義の違いということになっているが、背景には、白人の有色人種に対する白人至上主義、人種差別がある、という見解も、 プロテスタント各派にありする。東方キリスト教の方が圧倒的に有色人種が多い地域に布教され、数ローマカトリックの布教よりはるかに大きな伝播力を持っていた。東方キリスト教はユダヤ教の伝統が残されるが、ローマカトリックはユダヤ教の伝統を徹底して排除した面と地場の力者の老州に誘わして、教義を権力者にとって都合よく、 変える面があり、結果として、英国での新京都革命に代表されるように、ピューリタニズムプロテスタントを生んだ史実は否定できない。大臣、慶京流行中国碑によれば、上岸九年、六百三十五年に、ペルシア人のアラペンが、京教の司教として宣教団を引き、長安を訪れたのが最初と記されている。当時中国では、ローマ帝国は、大臣と呼ばれていた。また、 はたのし皇帝の父親が壁岸であったと言われており、中東から移住してきたという説も存在し、古代ペルシャ、原イラクやイラン、アラム地方、エラム地方には、ゾロアスター教など、ユダヤ教やキリスト教の前身となる宗教が存在しており、古代のユダヤ人も住んでいたバビロニアを参照。ペルシャ、等、日本の間では、シルクロードを通じて、交易や人の移動があったと考えられるので、 このような説が浮上してくるゆえんである。や社神、また、歌舞芸能の神として信仰されており、またら神と同一視されることもある。風刺家伝第四によれば、上宮大使、聖徳大使が、旗川勝に、六十六番のモノマネを作らせ、死神殿で回せたものが、猿楽の始まりと伝えている。そのため、畑川勝は猿学、猿楽、猿楽、農楽の始祖とされ、 芸能の神とされた。果たしの光栄を称するものは、花肌多く、以下のものが挙げられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。